これです。私作雪だるま。雪作の雪だるまです。雪作の雪だるまなので雪だるまですね。はい、最初は大人と子供だと思って2体作ったんですけれども、なんなら合体させてしまえと思ってバーンってちょっと高い、背の高い雪だるまになりました。4段。団子じゃないです。団子じゃない。頑張ってね、手を一生懸命探したんですよ。でも目、鼻、マフラー、帽子になりそうなものはね、持ってきてなかったし見当たらなくて、これで精一杯でした。初心者なのでね、勘弁してください。でも学びました。ああやって可愛い雪だるまを作るには事前の準備が大事だということ。はい、ペットボトルのキャップでも持ってきとけばよかったな。そう、手袋と、あとね、あのお手手になるものもねない。そう、棒がね、そんなにね、急には枝って転がってないんですよ。でもそんなわざわざこう木を折るなんてことはしないじゃないですか。だからしかも雪に埋もれててね、そうだから落ちている葉っぱをそう探し出して頑張って作ったんですよ。何点ですか？120点ですね。はい、ありがとうございます。人生でね、こんなに綺麗な雪だるま作ったの初めてで、嬉しくて写真を撮りました。ちょっとね、福岡で作ると積雪が薄くて、はい、泥がいっぱい入ったりするので、綺麗な雪だるまをちょっと自慢しちゃいました。3点、300点、あ、2億点ですよね。ありがとうございます。